日本学園中学校、高等学校は、東京都世田谷区松原2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校での募集があり、特別進学コース、総合進学コース、スポーツコースの3コースに分かれ、その一部が、内部進学生と混合のクラス編成となる、併設混合型中高一貫校。 杉浦茂武、増島六一郎、宮崎道正らが、共に国水運動の成長者の同人であった、近見清美、矢田部梅吉、松下上吉らに要請され、1885年、東京府神田区神田西基長に設立した、東大予備門の進学予備校である、東京英語学校が前進校にあたる。1885年創立の東京英語学校が、 前身にあたる。創立者は杉浦重武、初代学校長は増島六一郎であった。同じ敷地の門を挟んだところに、増島によって同年月日に設置願いが出されたイギリス法律学校があり、校舎を共有もしていた。当初は強立学校や成立学者などを抑えて、第一高等中学校への進学者数トップ校として知られていた。 その後火災で消失し、1892年、半蔵門そばの東京府東京市高島地区、山本町に再建。この頃、中村正直の死にあたり同人者を引き取る形で、九州 ?1891 年の中学校令に合わせて、公明を尋常中学私立日本中学校とし、進学予備校から尋常中学校に改組した。後に、日本中学校と改、改称。 1936年に現在の世田谷区松原に移転した。戦後に現在の日本学園中学校、高等学校となった。当時、杉浦がその教育の念頭に置いていたのは、大海弁当に流れる中でも伝統の継承を基本的な課題としたことにあり、感学よりもさらに国威を高めようとするものであった。 他方で上級学校への進学にも適応し、明治時代の私立前世紀においては、一校合格者数では、ドイツ学協会、富律一中などと並び常に上位に位置していたという進学名門校であった。ただ、その当時のどの私学にも見られたように、資金面で苦慮し、また伝統派の大学がそうであったように近代化の過程で、 教育面における伝統の創造的継承という課題にも成功してきたとは言えず、明治後半以降から徐々に上級学校への進学力も落としていくこととなる。2007年度から高等学校に特進コースを設置。また、日本大学とは無関係だが、中央大学とは設立当初に関わりのあった人物や経緯などから、また当初は東京英語学校から、 イギリス法律学校へ無試験入学が許可されていたように関係が深い。2008年度から同じ世田谷区にある行動学者の塾生を中学校、高等学校ともに受け入れ始めた。2012年3月には明治大学と広大連携協定を結んでいる。世田谷の松原校舎1号館は 日本学園出身の今井賢治の設計による昭和初期の建築である国の登録有形文化財に登録されている全信校の出身者を含む文化館改正財界スポーツありがとうございます。